皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、宅配ピザで死にかけた、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。もう二度と食わない。別の出前頼んで人生軌道修正や。もう無理だ。ゴキブリでも入ってたか。そしてゴキブリのうまさに惚れてしまったと。ゴキブリは食ったことがない。カエルならある。何があったのか簡潔に。まあ俺はさ、宅配ピザが好きで毎日のように出前してたんだよね。そしたら、ある日プルコギピザを食べてたら全身腫れ上がったわけよ。あ、プルコギダメなのかと思って。今度はマルゲリータを配達してもらったのよ。そしたら腫れ上がるのよ。全身ブツブツで喉も目もかゆいの。あれおかしいなと思って、ペパロニピザを頼んだわけですよ。そしたら息ができなくなっちゃって病院に運ばれたのよ。病院で検査してもらったら、重度の小麦アレルギーだったの。子供の頃から何一つアレルギーないのにだぜ。小麦アレルギーか。食べ過ぎたんだろ。なんでそんな全力で死のうとしたの。ピザとコーラがこの世で一番好きなんだよー。小麦アレルギーって急になるのか。そうねー。過食でアレルギー出ちゃうこともあるし。突然のアレルギー発症は怖いな。なんかかじった話では、一人一人にはアレルギーのキャパシティがあって、いつかそれが決壊しちゃうらしいのね。懲りずに何度も食ってて笑った。うわぁ、ちょっと本気でかわいそう。小麦は外食ほぼ全滅で惣菜なんかも買えなくなるらしいね。しかも大人になって出たアレルギーはほとんど治らないんだろ。そのおかげで世界一好きなピザも小麦の入ったものも二度と食べられなくなりましたとさ。小麦全滅は確かに辛そうだね。うわかわいそう。悲しいだけの話じゃねえか。主食は米しか食べれないの。二度と食わないじゃなくて食えないじゃん。花粉症もだからね。年々溜まるから今発症してない人も予防しようね。花粉症になってない人が予防するにはどうしたらいいんだ。マスクでいい。マスクと部屋に花粉を持ち込まないように服を叩いてから入ってね。空気清浄機もいいね。体を壊しながら食べるピザとかまさにジャンクだな。ちなみに検査したら6種類くらいアレルギー見つかったよ。死にたい、終わり。今んとこ食い物のアレルギーはないと思うけど、肉ばっか食ってるからそのうちやばいかな。ピザ食べたくなってきた。やめろ。アレルギーの薬飲んでから食べてもダメなの。ダメです。小麦アレルギー者のためのピザ作ろうぜ。米粉ピザとかな。小麦なくしてあのピザ生地感どうやって出せばいいんだろうな。余命宣告されたらチーズ耳のトッピング全部乗せで死ぬ予定。ピザとコーラが大好きな同志じゃん。俺も定期的に宅配ピザ頼む。後天的に食べ物のアレルギー出るなんて初めて聞いたわ。怖すぎ。気をつけてね。ちなみに俺は M サイズ2枚とチキンコーラ1リットルを確実くらいで食ってたらこうなったよ。うどんもラーメンも食べられないの。無理だよ。辛いね。誰かと飲みとかご飯行っても断食みたいな感じだよね。でも割り勘だからね。お味噌も普通のやつだとダメで。米味噌とかちょっと高くて味噌汁向きじゃないやつにしないとなんだよね。豚汁美味しいのにね。笑えない。俺もそんな感じなんだけどやばいのか。
後天的なアレルギーは小麦と甲殻類が危ないらしい。特に毎日食べたりすると危ないからバランスよく食事をするのがいいらしい。もう薬で抑えられないレベルなの。ジンマシンくらいならいいんだろうけど、気道が腫れちゃうから難しいね。アレルギー治療の臨床研究やってるから、そのうち治せるようになるんじゃね。アレルギー物質を少量ずつ摂取するってやつ。それ男の子が重度の障害を負ったやつじゃん。怖い。小麦アレルギーとか生きる価値ないだろ。普段何食ってんの？名前知らんけどなんかジャングルの部族が葉っぱにくるんで蒸し焼きにしてるような芋とかが主食。卵かけご飯。そんなハイペースで食ってたら今度は卵アレルギーになるんじゃないのか。気をつけます。プルコギとペパロニスプリームのハーフでゴールデンチーズクラストでお願いします。くそー。死ぬときゃ絶対食ってやるぜ。最近はグルテンフリーの食品も増えてるから、諦めんな。小麦を使わないピザ開発しろよ。ひええー、ケーキ、クッキー、プリン、菓子パン、アイスクリーム、スパゲティ、ラーメン、パッと考えただけで NG なものがたくさんありますね。これはお気の毒ですが、命があってよかったです。